大人の猫、毛が短い猫に毛が長い猫、運動神経のいい猫、どんくさいね。いろんな猫たちが生活しています。さあ、私たちの知らない猫の姿を覗いてみましょう。
づかれないように生活をしていたハンターとしての名残で、足の裏の肉球がクッションになっているおかげで、こんな風にジャンプをしても走っても足音が出ないんです。犬よりも猫の肉球の方が柔らかいと言われています。今日はこの得意なジャンプを生かして、今から旗ジャンプに挑戦します。先ほど旗を配られたお客様、今旗をお膝の前に準備してください。旗は全部で6本、左右に3本ずつあります。わざとマッシュが協力してその旗をジャンプしに行きます。言われた通りにしっかりと持っていてください。失敗したらそこの席の人のせいです。それでは和田くんからいきます。3本連続旗ジャンプスタートです。赤い旗からせーのジャンプ。 OK、 2本目ピックを飛んだらラスト黄色い旗。 OK、 これでいきます。さあマッシュも負けてやります。駆け抜けます。それでは行きましょう。マシの旗ジャンプスタートです。赤い旗からせーのジャンプ。オッケー、今日目のピンクを取ってラスト黄色。オッケー、やりました。旗をお持ちのお客様、ご協力ありがとうございました。旗はお尻の下に入れておいてください。次はこちらです。この輪っかを使って輪っかジャンプに挑戦します。丸の中を軽やかにジャンプでくぐり抜けます。じゃあ和田くんから青い輪っかをジャンプ。よいしょ。さあマシュも軽やかな輪っかジャンプができます。今日は仲のいいこの2匹、息を合わせてシンクロジャンプに挑戦します。2人の息がぴったり合って同時にジャンプができたら、皆さん大きな拍手をお願いします。それでは行きましょう。まだまだ和田とマシュのシンクロジャンプ。遅い。もう一回いきます。なかったことにしてシンクロジャンプに挑戦です。息がぴったり合ったら大きな拍手を。それではいきましょう。わざともしのシンクロジャンプ。おお、さあ最後はマッシュが締めくくります。実は輪っかジャンプ得意なんです。最後はレベルアップ、高さの上げた大ジャンプに挑みます。マッシュ、高さが上がったからまず輪っかをよく見て、バッターをよく見て、そう、バッターをよく見て、そう、マシュ君、はい、バッターをよく見て、とどめなく、マシュは心の準備ができたら、後ろに下がって助走をつけます。下がって下がって下がって、もう耳の石と書いて耳石というものがあります。それが体の傾きを感知して今体がまっすぐかどうか分かる仕組みになっているんです。もちろん尻尾や肘でもバランスを取ります。今日はその様子も見ていきましょう。使うのはこちら。さあ出てきたこのボールを使って今から猫が玉乗りに挑戦します。じゃあボールこっちにセットします。あれ、でも肝心な猫がどこにもいません。皆さん猫がどこから来るのかよく探してみてください。いいですか。それではよく見ます。猫ちゃん、どうぞ。さあ探して探して、どこどこ、近づいてきてますよ。見て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 、来ましたよ。見てました。だから猫のアメリカンショートヘアです。名前はコンペイ君。アンビションと呼ばれているとても人気の高い種類の猫です。今日はクッペイが用意したこの赤いボールに4本足で玉乗りに挑戦します。クッペイがボールに足をかけたら玉乗りがスタートです。よく考えてこのボールで、クッペイ君、まずは足をかけてスタンバイします。さあ果たして見事ワワウキ感覚の良さを見せることができるのでしょうか。クッペイ、あの赤いボールにスタンバイ。そう、よく考えてね、このボールに、そう、スタンバイ乗ってみて、そう、乗って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 
スでのバランス感覚の良さをご覧ください。それでは行きましょう。やってみます。もう一度ボールの上にスタンバイします。足をかけたら玉乗りはスタートです。コケくんの玉乗りスタート。よく考えてこのボール乗ってみて、くるっと回って足をかけたら用意用意スタート。そうか、乗って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 諦めずに、ここからそう乗って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 何度見ても絶妙な三本足乗ってます。